はい、どうもこんにちは、落ちてみようお茶です。ブロックです。ということで今回も2000ウィニングレバープ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、通常で外役コンビ紹介しておこうかなと思います。今週激アツ、ムバッペ A、ケビン・デブライニ B。 どっちもね、 FP 来てるんですけど、はい、FP も当たんない人もいるんで、ね、今回通常でも全然強いということで、全部あのプレイ動画とかも通常で撮ってきてるんで、通常でもやれるぞと。ムバッペに関してはね、もはやレベマじゃない。34、うん、特にね、今回紹介したいのは OMF のね、ケビン・デブライニということで、はい、FP でも来て当たってる人もいると思うんですけど、はい、通常でもすごい強くて、能力値っていうのももちろんね、まあもともとデブライネって前作とかも結構高くて良かったんだけど、ただワンパがねついてなくて、やっぱデブライネワンパ欲しいなみたいなところで、ワンパスルーパスしっかりついて、チャンスメーカーアプリと PSO でね、またちょっと違う感じにはなってるんで、まあそれね、後々ねちょっと喋っていこうかなみたいな動画でね。今作 OMF で CMF でもいいかな。 CMF だとチャンスメーカー発動しないんで、ほんとパスとスルーパス、もともとね長距離のパスっていうのはデブライネ超強くて、デブライネからボーンっつって、まあ、今回トップムバッペに向かって蹴る、めちゃめちゃいいボールがそんなに伸びないんですよね。ムバッペ以外でもぶっちゃけ足の速いフォワードだったら何でもいいんですけど、前作までだとワンパがなかったんで、はい、アプリ独特の重さっていうところでワンパがないと嫌だなっていうところもあったんだけど、もうワンパもあるから、ワンパでスルーパス狙っちゃったりだとか、近場のねパス交換みたいな感じで、そもそもボールのね球離れがすごい良くなって、はい、バッチリでしたよね。これはバスに乗ってシュートに見えますけども、非常に難しいですよね。このポイントしかないですからね。本日ワンアシストです。このボールに触ります。デブライネからこのフィードパス。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー塚澤剛さんです。塚澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。デブライネ、ブライフェ、ブライのスルーパス、絶好に打ち抜ける、シュート、クロスターバ、デブライネ、ディルーズ狙ったボール。これは決まりました。ビエラ、デブライン、アーチのようなパス、シュート、ボールクリア。デブライネからアーチのようなパス、スルーパス、ホルランに当たる、ムバッペ、ここ拾って次につなげたい、パリ・サンジェルマン、裏を狙う、さあ、どうだ、シュート、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな、リバースを狙った、抜けてくる。フォルダ、フワッと裏を狙う、シュート、拾いたい、でしかも極めつけにはデブライネってミドルシュートも持ってるんで、狙っていきます。遠目からシュート狙っていったりすることもできるよと、うん、今作とかだとこの監督とかもね、前回の監督動画で紹介したんですけど、はい、3OMF よく OMF 複数枚置く監督っていうのも結構多数出てきてるんで、そういった監督の時にはこのデブライネを1枚全員2列目飛び出したんだと、はい、同じ動きしすぎて、まあそうですね、そう、相手にしてても相手に逆にはまっちゃってね、攻撃うまくいかなくなったりとかする時あると思うんですけど、チャンスメーカーとかでバラして、はい、チャンスメーカーからはムバッペとかあとはクライフとかの抜け出しを狙ってパスしたりだとか、自分でワンパで叩いたりとか、ゲームを作っていくね、そうですね、感じがかなり強いということで、まあ、今作 OMF のチャンメだと筆頭候補、通常で一番安定してあの持ってる人とかだと、まあ、この位置で IM デコとかね、はいはいはい、もうすごい強いんですけど、うん、普通に通常デブライネで貼れるみたいな、ムバッペとの相性が特に今回は抜群ですね。他のオバメとかでもいいんだけど、ただムバッペってやっぱ体が強くなってるんでね、そう、ボール持てる
るから、ムバッペでちょっとためを作ってね、ムバッペでワンツー入力かけて一回クライフ経由とかするんだけど、ムバッペでね相手結構引きつけられるんで、あとフィニッシュ力がダンチだね。よくおもちゃ TV が前の動画やってたのはピルロかなからムバッペとかに蹴ってたんですけど、今回はもうちょいその OMF 高い位置っていうところもできるんで、はい、これはね今週特に BA コンビおすすめですし、今後もね調子 C でも強いのかなと。最後じゃあちょっとフレーマーやっていきましょう。さあ行きましょう、調子。さあ相手は4312ですね。さあここでやべえ、めちゃ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 、おお、ね、どっちを行かれてんじゃんお前、頼む。ああ、ちちちほい、いやーあれ危ねえ今の、いやあれ体の向き変えない方がよかったかな、相手の人だな、ピアスが低くてよかった。まあまあまあ、でもいい、いい位置に出ましたね、一発目。あ、それやばい。これは普通に弾丸、あーこれやばい、出てこれはムバッペじゃんムバッペでもねえのこれ、いやいやこれムバッペでもあるからね、これ俺の PS の低さによる失点じゃねえか、ただあの恥ずかしいとこじゃん、ただのでもムバッペで圧かかってたね普通に。はい、こういうこと、あー惜しい、ここむずいよね、あそこか、なんか思ったより伸びねえ時あるんだよな、パスが立てて、やばい、やぶね、いや、ムバッペってワンタッチシュートついてた、あるね一応。なるほどね、今のもなんかデブライネからの攻撃なんですけど、やっぱピシッとねあの通せるんで、あーいいよ、こっちじゃなかった、クモン式、さあここ一回こう経由してワンタッチ落とす、でこの食いつきを利用して、おい、それやばい、危ねえ危ねえ、こういうのできるね、だからちょっと若干引くんで、引いた分あのベッカムとかが上がってくるんですよね、うん、でこれでワンタッチパスのこのスルーパスでもうシュート下手だったんだけど、ほんと決定機作れますね、どうしよう、はい、一応待って、ファールか、はい、ナイスキー、いやー、ちょっとお前それはやばい、それはやばいだろうが。おい、それはやばいよ。足をつってでも伸ばせよ。メドベド。オッケー。パトリッキー。マジか、打っちゃよかったかな、まあ、あの辺の選択肢難しいっすね、よしデブ、いやー無理、おお危ねえ、いや B だったら B ランなんだよなこれ、おお来た、ちょいちょいちょい、いやさすがにニアの敗、ニア敗、うわ、あ、やっていく結局ムバピに落ちた、まあ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 、それなりにいいとこ出たんじゃないですかと。FP ね、あの当たんなかったよって方でも、まあ、今週ね、トレードとかでムバッペとかのデブライネ、通常取って使う価値はあると思うんで、ぜひね、使ってみてください。このようなければ、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。でしょー、さらっぽー。